そらちゃんこんばんざい。あ、動きすぎた。やっほー。あ、光忘れとる。光ついた。パルタさんもこんにちは。マンチッチもやっほー。やっほー。起きとるよ、全然余裕で。今日はそう、みんなヒヤヒヤするだろうなって思いながら、ごめん。めっちゃ喉鳴ったんやけど、今ビビる。水飲もう。シュブシュブヤッホー。カラフル衣装回収失敗は、どうまい。クロマンさんこんばんは。500人まだだけどね、ありがとう。今日はこちらこそどうもだったよ。なんかすごい、わかんない、うちさ今日帰ってきてからね、なんだっけ、違うな、今日ライブ前にコンビニ行った時に、あのコンビニのさ、冷製スープポタージュみたいなの飲み物を見つけて、まあ、ずっと見たことはあったけど食べたことなかったんやけどさ、カナにね、じゃがいものやつ美味しいよって言われて、飲んで美味しくってルンルンしたけんさ、今日は家帰ってからね、じゃがいものポタージュを作りました。そう、ちょうどね、なんかじゃがいもいっぱい買っちゃった、いっぱいでもないんやけど買っちゃったけど、なんか今食べたいのないなって思っちゃって、じゃがいもどうしよっかな、このじゃがいもって悩んどったっけんね。ポタージュにした。いいね、聞かれて大丈夫、よかった。あおたくんやっほー、こんばんざい。うちツイッターシェアしとらんかも、そういえば。帰りなさいなんだから。二人さ、こんばんざい。カボタージュ、ジャガ、そうジャガタージュ寝るので、ね、あ、ありがとう。神奈川すごい新じゃない、ジャガ、そう、え、そう、なんかジャガバターとかにしようかなと思ったけど、うちジャガバターめっちゃ好きでさ、ちょっと最近飽きちゃって違うなって思っちゃっとって、そう、そんな時にじゃがいものポタージュという選択肢を見つけた。このエーペックちょっとうちも今下手けあれかもな。あとモバイルは分かんないかも。でも最近配信おらんけんあれやけどね。おやすみ。じゃがバター多いね。何それ、食べたことない、美味しそう。イカの塩辛って美味しいよね、食べたいな。最近ちょいちょい食べるんやけどさ、イカの塩辛。仕事中に言ってた DM の内容が2000字やばっ。何、論文書く気？論文でも書く気ですか。じゃがバターに明太、いや美味しそう。え、でも美味しそうだけど、うちじゃがいもと明太子のやつなんか別にそんな好きじゃないよね。なんかもうちょっと明太子欲しいってなっちゃうの。アニョンハセヨ、でもアニョンなんやけどね、韓国語はって言いながら。トムジェさん、グッドイブニング。じゃがバター、あ、北海道やからその辺にあるんか。やっぱスーパー行ってケーキの前の、ま、あ、そう、ちょうどね見えたケーキが、多分ケーキが主張してきたんよって思っとった。葵の好きです、論文書いてるよそれ。じゃがバターと塩辛、でもちょっと美味しそう。明太子のか、まあ、ちょっとわかるかもな。ツイッターしてあげれば、だめめすごいいっぱいあるのね。水没したノートパソコン今乾燥させたけど、頑張って頑張って乾燥させて。でさ、今日
ぐらいまでかな配信今日はって感じです。ジンボさんやっほー、今日は、ね、早く寝たいのでって言いながらもうこの時間に配信した時点で全然早くないんですけど、でもいろいろとすることやってたんでちゃんと多分それでも動かない。自作の前になってもらう、あらいっぱいだね。どこが動かないかにもよるね正直。立山丸子もさ夕方から寝落ち、おはよう。いや分からないし、15分までって言ったけどもしかしたらちょっと今日短めかもしれない。なんかいろいろ、あやばい、あれもやんなきゃってことに今思い出しちゃった。オトマタのアーカイブありがとう。オトマタの他見返してくれてありがとう。じゃワンマン終わったらね多分ゲーム配信の頻度も上げれると思います。特にワンマン終わって6月にかけてかな上げれると思う。バリアクビデル、そうバリアクビデルってる。眠いかって言われたら眠い気もするけどそんな眠くもないよね実は。単純にあくびが出る。あるよねこういうことめっちゃあるんやけどね。マジずっと思う、あくびって出るもんじゃねってマジで思う。あんまいけないの泣いた。15分やらんと一あくび、あ違う、あの15分までって言ったんやけど45分から始めて3時15までって一瞬言ったけど、あのそこまではやらないかもしれない。20分ぐらいで終えるかもしらんって。あそっか、そこ20分は時間換算で話しとるけど分かりにくい。5分ぐらいで終わるかもって言ってます。そういうこと、それ分かりづらかったね。めちゃめちゃなんかいろんな換算の時間出しとったわ釣りで当たってるのに釣り上げないとか、あマジ当たってた。あれ気づいてないかも。だとしたら分かんない、気づいとったらあれが開けたら全然寝てやば、寝てる時にパソコンの上タブラのやばしんど、一日濡れたまま放置はやばいね。こんばんはガンちゃん、5時間ありがとう。あそうそうそういうこと。すごいなんか15分はさ3時15分の方で言ったのに20分せずにはさ経過時間で言っとったけどめちゃめちゃ分かりにくいことしとった。3時15分までは長くはないよ言うて30分ぐらいだからね。そうでもちょっともうちょっと短めで終わるかもって言いながら何かを開けました。そうさっきまでねワンマン用のねランチ機作ってたんだ。そうワンマンでは1枚1000円でランダムチェキがね無人ランチェキっていうのをバンザイジャパンのワンマンライブでやっておりまして、そう、それがねゲットできるので皆さんぜひワンマン来てねって言っているんです。えマジ来てほしいので22日今からでも来れそうって方ぜひ横浜みなとみらいブロンテに来てねやばいちょっと鼻詰まって鼻詰まってる気づいたわ。今日の会社ちょっと鼻むずむずしたんよね、だからだわきっと。ランチ今日相方お何がえあれさ頼んどいてさどういうのを買ってきてって言っとる。そりゃ痛いってなんか言うそんな言っとった痛いってうち言ってるな絶対言った記憶ある。あワンマン、あなるほどねワンマン前やけんね。そうなんよね、いろいろやること止まってなんか急にねめっちゃ気になったことがあってなんかやり始めちゃったんだがちょっと一回やめよう。それはあるある、気になったらやっちゃうタイプカニロさんやっほー寝ろよまあ寝ますよ寝ますが配信はするのでねしたいので。あんま行きたいな、いつか誘うちゃんもあんまある日においでよぜひ。何が買えるかはランダムではないんやけど、何あの無造作に全部並べられてて
そのなんか早い者勝ちみたいな感じよ。ワイの好みある程度分かってると思う。すげえ、これ好きそう、買ってきてもらう。え、枚数とか決めとるん？それともなんか好きそうなの全部って感じなん？まあでも言うてあれだよね、全部はゲットできないんだろうけど。ジリアニさんに廃校議題させておしまいにゃ。それはそうだけど、それはそうだけど、ちょっと私はちょっとあれかもな、どうだろう。飛行機代はできんだ、だいぶな。ワンマン行ける日あるかな。今のところワンマン22日しかないんですけど。大阪でワンマンはな、大阪行ったことないな。ぜひ東京でも来てね。早い者勝ち、そう早い者勝ちだから、金銭的にギリギリの生活してる。頑張っていけるよ、ワンちゃん。一応お金私たちそれ以上になっても追加。すごい、もうじゃあ完全お任せなのか、好きそうなものを全部買ってきて方式か。よくやんほう、石くんごめんなさい。来月の飛行機は往復2万ってことだよね、多分。22時無理だね、給料泣いた。へえー、泣いた、あ違う。ありがとう、そうなれるように頑張ります。むずいよな、なんかむずいよなって思いながら頑張ります。明日までに頑張って。今更ですが、ありがとう牛くん。牛くんとはさあんまりね絡みないけんさ、絡みないとか言っちゃってたね。ありがとう。往復2万か、まあでもそんなもんだよね。でも2回目は片道、へえすげえ、片道分はでかいね。22おるんか、レナさんと。ああレナさんおらんかったんか、あの日。そっか、いなかった気する。え、逆にそれ以外はみんな。でもコマさんとかは絶対初めてやない。距離あったに、じゃあ別ゲームは、ああ普通に煽られとるだけやん、それ。絡んでませんわが見ても。ありがとう、ラブフロム信者、ありがとう。なんかうん。ありがとう。今回朝一とラスト撮ってるが最安年生して、ああなるほどね。でもさあ、でもラストはそんなことないよね。朝一とか割と最安値なこと多くない？もう少し、ああそうなんや。なんかそれこそうちも福岡とか往復することあるけんさ、だいたい早朝の飛行機乗っとるもん。いい写真撮れてないですもんね。それでいけるように頑張ります。シンガーさん、いいね、ありがとう。ね、逃げ駒さん、一番最初に先生。はあ、そうだわ、駒さんはなんか会ったことがあるっていう話を聞いたことある、そういえば。それは不思議だ。朝一結構、へえ、アナとか、アナの朝一じゃないもん、うちが撮るとしたら、多分。格安だもん、多分。格安の6時台とかの、6時50とかの飛行機とか、始発みたいなやつ。6時50だっけ、もうちょっと遅い、7時。東京発だったらそんぐらいかな。シンガさん元気したよ。
夢で行きつけのマッサージ屋さんで、どういうこと、待って、難しいな。夢で行きつけだ、それとも夢で普通に現実で行きつけのマッサージ屋さんでマッサージ受け取る夢を見たと、どっちだろう。夢で、でも夢で行きつけってすごくない？今回エアドゥか。何だ着にしたらピーチーが、もう、あ、なるほどね。羽田なんか、羽田だとね、かけ屋さんもない。501日だ、ヤッホー。こまひまわりさん、りんさん、あゆみさん、4人。証拠見つからない、多い、それは多いだよ。シュプシュプ501、ありがとう。501日だ、ヤッホー。現実の行きつけ、なるほど。マッサージとかあんま行ったことないもん。なんか分からん、どこがいいか分かんなくなっちゃう。結局でなんか整骨院とかさ、なんか多分姿勢あんま良くないけんさ、猫背やからさ、それもうなんかちょっとなるんかなとか思いながら思ってるだけで、何ができるか分かってない整骨院で。羽田は高いけど現場まで近い、なるほどね。成田安いけど遠い、だからスケジュールしない。あ、なるほどね。それ成田でめっちゃ不便なとこにあるよね。501人おめでとう。フライ、それはそう、フライングしてたけどありがとう。ケーキ美味しかったかい。朝一飛んでもライブとかないなら、あー、なるほどね。肩こりしすぎて腕が上がらないって、あーね、でも肩こりはあるな。それこそさ、ゲームするけんさ、パソコンとかの前におるとマジめっちゃ肩こるんよね。だから左肩めっちゃ痛いの。何？なんかゲームすると左肩だけもう耐えれんのんじゃないかってぐらい痛みがある。あのキーマウでゲームすると。そう、これマジ、整骨院行ったらさ、ちょっと良くなったりするんかな、こういうの。リーバイスごもる、何それ。整骨院は場所による、肩こりとかもほぐしてくれるってことだとしたら、リリー、ヤッホー。ダーツのゴム、何それ。ダーツ分からんのよね。18は昼はバタジャパンを授業よ。お、ぜひお待ちしているよ。その前の試合は完全に予定次第で一回ぜひ待っている。ジーパン、へえ。リーバイスロゴだけ分かる。疎すぎ、疎すぎてビビる。その系統マジで疎いんだよね。よくない、よくなったよ腰の。へえ、行こう、行きたいな。肩こりマジでほぐしてもらいたい。肩こりとなんか足ほぐしてもらいたい。ほぐしてもらえる、でもそれマッサージか、どっちかっていうと。整骨院はマッサージ、どっちも。整骨院とマッサージの違いも分かってない、あんまり。正直調べたけど難かった。おじさんケーキにかしながらさ、大丈夫だよ、余裕だよっていう念じをかけとこう。うちがお前がこれ来てほしいと思う。余計オッケー。あ、でも18、19のライブね、確か14ライブなんだよね。そう、ただまだねちょっと詳細が出てないけど、なんともって感じなんだけど、今日トゥーラブちゃん、おー、楽しんできて。ぜひ、リンリーは22とか空いとらんの。22はバンザイジャパンのねワンマンライブがあるけど、どうですか。生活院っていうか骨盤矯正、あー行ってみた。整骨院もマッサージ、あ、そうなんや。あうち洗脳されたやろ、余裕やろ。あの出演曲が一番、あ、でもね多分18、19はね多いんじゃないかな。って感じ、確か。違った、違ったかも。それその前の週だったかも。え、でもね14、でも逆に11、12の方が多いかも。あれ、そうかも。ワンマンで何を聞くテーマ
特にかな。バンザイジャパンの T シャツ持っとったりさしたらグッズとかあればいいんじゃない、いいんじゃないって言うとあれやけど。シンガさんペンライトありがとう。ニーハオニーハオだったのか分からんけど、ニーハオ。ハリキューもせ、へえそうなんや。何とは言えんけど、あれのあれがみたい、あれのあれがみたいね。なんとなく分かった同じ店舗でもやってくれ、へえ。やっぱ自分に合うとこ見つけるべきなん、そういうのって。結構行きたいんだよね。611と612は6月入ってあの自分、まあでも言うてあの私たちのあれもね、あの出てないので何も言えないんですけど詳細出てないんですけど、なんならね、あどうだろう、11位はね、あでも待って12が、あでも多分入ると思うけど、さすがに日曜日ライブないはさすがにないんで、多分11位はね特に1本は炊いて遅そうって感じする。センス3種類タオル赤、じゃあセンス持ってこよう、タオルも持ってこよう22日、あら泣いた。え時間かぶっとるんそれ、リンリン自分に合わない、やだ。でもやっぱ行ってみな分からんもんなんよね、きっとそういうのって。だとしたら自分に合う合わないってこと。行きたいな、なんなら近場でめちゃうなるほどいいじゃないの。私はもともと人に触れるの苦手だったと。わあでもうちもというか人に触られるってのもあるけど、なんだろう、単純に人見知りやけん、特にそういう店とか、それこそ美容室とかもそうやし、そもそも人見知りやけん、美容室とかもさ、やっぱ初めて行くところってめっちゃ緊張するじゃん。多分それと似た感じだよね。担当コロコロ変わるとそうなりそう。実は前回センスとタオル持っていた。あ、出してサイン。あらまあ。まあでもワンマンでサインはちょっと厳しい。どうだろう。でもおはげワンちゃんかな。ユインと同じでいかんと合わないわからん。なるほど、行こう今度、まあ、今回行ければバズジプリ。待ってる、2月さんもじゃあ嬉しい、ありがとう。もう腰痛すぎて、腰痛すぎてから逆に病院とか生活、そんなに痛いんか。ていうかめっちゃ全然時間だった台湾も、あ楽しみだ、ぜひ。あそう、台湾ライブもね枠が確か増えるので、増えたのでたっぷりなので、ぜひ22日昼間にはねアイドルライブジャパンに出演して、夜にワンマンライブがあります。ワンマンマジで来てほしいんです、本当に来てほしい。来てくれる神様マジで大募集しています、本当によろしくお願いします。もうねあと2日後なんですけど、なんなら日付が終わって明日なんですけど、ぜひ待っています。ということで今日の配信この辺で終わろうかなと思います。2月は青い幼稚園、6月はまだまだ、嬉しい、最高パフォーマンスでいきます。ちょっと時間見つけてほな頑張ります。ワンマン配信どうなんだろう。6月5日フロントセブンあるよ、どっちもある。ワンマンほんと楽しい、嬉しい。お疲れありがとう、お疲れ様ありがとう、お疲れちゃんありがとう、皆さん、毎週配信ありがとう。お疲れありがとう。ということで、以上、バンザイジャパン、福岡県の伝道師の那須葵でした。また。